現在4時54分よろれいひ、魚がいない、いんのか分かんない、あれ魚、あれ違うよ、兄ので、兄の美濃で、死の川か、いや、そういうわけではなさそうだよ。あ、ちぎられ系いる、ちっこいはいる、食べられてるね。わあすごい、わすごいさ、すごい、わあさ、すごい、それ何かけ？だけだ、だけ、だけっつったな、お前。だけ？おお。だけって何？だけだ、だけ。え、それはない、おってこと？うわ、え、あれ？お前の方が全然飛んでないよ。すごい。岩に。え？落ちた。え、様子見んの？これで様子見んの？どうすんの？おじさんバコってきたら。フルってきたらどうすんの？フルってきたらまずパーツを履かせて。今俺が何をしてるかわかるか。あぐらかいて釣りします。これがわかるか。すいません、答えに困らないでください。今俺は完全に釣りをやる気を出しすぎている状態を今見せてる。これそうなの？あ、これそうなの？何釣りってのこれ？肘掛け釣りだよ。これ肘掛け釣りなの？あ、なるほど、そこのね、うん、ここ何か、これが何の形か分かるか。肘掛け釣りでしょ。すぐに竿を取れる状態ですよっていうアピール。あ、じゃあ来たっていう想定でちょっとやってみて、ね、いいのか。うん、いいよ、いいよ。じゃあちょっと来たって、魚ってほら急に来るじゃないか。わかった。もうちょっとゆっくり言ってみて。キーツー時速23キロ。これ今スローモーションを提供してるんですね。なんで急いで持つんですか。いや、次の魚もすぐ釣らないといけないわ。いや、待つ時間もね、アジシャンと同じ、うん、今のはみんなもう磯辺の方に目を行っちゃったじゃん、うん、俺はもう左手でも竿を上げて釣ってた。なるほどなるほど。これが、うん、マジックハンド。肘掛け釣りじゃないの？よいしょ。ピンポイント。うん、減ったし。じゃあ今磯目が出てたの。磯目が出てたから起こしたの。磯目を起こす前にとりあえず自分の腕を起こした方がいいんじゃないですか。あっち行って、あっち行って、足の方じゃなくてあっち行って。ポイントは、うん、まあそうだね、で糸を張るだね。張ってないですよ糸。うん、とりあえずさっき何匹か投げ失敗でいなくなった。磯辺騒動が起きて。いや、あの、分かんないね、でもね、うん、でもさっき魚で、なんか魚、うん、実はさっき兄が言ってた通り小魚っぽいのはいるのかもしれない。うん、なんかもっとこう分かりやすい置き方してほしいよね、魚ちゃんもね。いるぜわっしゃーみたいなね。ねえ、ねえ、うん、いるっちゅうねんぐらいな感じで、やっぱギュンギュンってきてほしくない、ね、何寝送ってんの、怖いよ。いや、違う怖いって。絶対この図遠くから見たら怖いよ。男3人が竿先にパワーを送る図。さ、寝起
らなきゃいけないのは多分餌の方だよ。そうだよね、こっちだよね。竿先じゃないよ。竿先なんて気に意識して、気にしてそれは常に見といて、できれば。おじさんも減ってないな。タコがけ減ってねえな。気のせいだ。壁に当ててスパパン。パパン。おお、意外とちょっと本人びっくりしてんじゃない。これが本当のスイングショット。よたったけど、体力大丈夫ですか？今ので磯目が起きました。壁に当たります。うん、磯目ね。うん。あれ。壁。うん。あれ。びっくりしたもんね。びっくりしたよ。ああ、それを想定してると。ああ、もう一回やるね。うん、磯目ね。うん、あれ壁ね。うん、バン。ダブ。これがびっくり釣りね。びっくり釣りなんだ。それが来るかどうかじゃないですか。磯目びっくり釣りって言ったんだけど、ちょっと長くなったね。ああ、びっくり釣りになったの。いや、略称の時代だからね。ああ、びっくりするっていうのですよ。なるほど、もう一回やってもらっていいですか。そうね。うん、あれ、あ、すみません、ありがとうございました。あれっておかしいもんね。ダメだねえ、諦めよう。東京を帰る、はい、東京まで気をつけて。はい、じゃあスーさんが、後々に何か釣り上げた動画を送ってくれるそうです。お、はい、というわけでお疲れ様でした。チャンネル登録よろしくお願いします。そしてスーと兄のツイッター、はい、フェイスブックも下の概要欄にありますので、下の概要欄で、はい、よろしくお願いします。新チャンネルになりましたんで、どんどん頑張っていきたいんですけども、はい、魚はゼロだけど登録者数は増えたいと、はい、ということでお願いします。はい、それではまたお会いしましょう。バイビー。